マルティン・ビダジュは、チェコ出身の男性フィギュアスケート選手。パートナーは、ハンナ・アブラゼビッチ、アナ・ドゥシコバー。兄は、フィギュアスケート選手のペドル・ビダジュ。2018年ピョンチャンオリンピックチェコ代表。2016年世界ジュニア選手権優勝。2015年2016年ジュニアグランプリファイナル2位。2003年にシングルスケーターとして、キャリアをスタートさせた。 2011から2012シーズンよりアナ・ドゥシコバーとペアを結成し国際大会への参加を始めた2013から2014シーズンよりジュニアグランプリシリーズに参戦初出場の世界ジュニア選手権は10位だった2015から2016シーズンチェコを拠点にしつつ並行してカナダ・モントリオールでの練習を始めたオーストリア杯で銀メダルを手にし ジュニアグランプリファイナルに初進出。同大会でも銀メダルを獲得し、チェコのペア選手として初の表彰台に立った。さらにリレハンメルユースオリンピックでも銀メダルを獲得した。世界ジュニア選手権では初優勝。チェコスロバキア時代を含めチェコ所属の選手としては史上初の快挙となった。2016から2017シーズン。 チェコスケートでジュニアグランプリシリーズ初優勝。ブライオン・シュベルター・サカズキで2位となり、2年連続でジュニアグランプリファイナルへの進出を決めた。同大会では2年連続の2位となった。初出場の欧州選手権では7位。同じく初出場の世界選手権では14位。2017から2018シーズン、ビョンチャンオリンピック最終予選であるネーベルホールンハイで9位。 出場枠5つのうち最後の1枠に滑り込み、オリンピック出場枠を獲得した。10月下旬、ドゥシュコバーが練習中のウォームアップで、膝の人体帯を負傷し、手術を行った。出場予定の試合をすべて欠場し、ピョンチャンオリンピックにぶっつけ本番で出場して14位に入った。世界選手権では11位の成績を残した。2018年4月27日、 海外を拠点に移したいビラジュと国内を拠点にしたい、ドゥシコバーの間で意見が食い違い、ペア解消を発表した。2018から2019シーズンからは、ベラルーシ出身のハンナ・アブラゼビッチとペアを結成、世界選手権で18位に入った。詳細、ありがとうございます。